ははいこんにちは田原です、えー、とチャートワークのですね登録方法についてお伝えさせていただきます。こちらのですね、えー、こちらから登録というところがありますので、ここをクリックしてチャットワークに入ってください。でですね、えー、ログインで ID 持っている方はそのまま行くんですけど、持っていない方はですね新規登録をしてください。はいそれでですねここで必要な情報を入れてください。 えー、こんなふうにです、ね、次に進んでいきます、はい、そうするとですねメールアドレス宛にアカウント情報をお届けしましたと連絡が来ますなのでですねこれで実際にメールが来ているかどうかを確認しまして、はい、そうするとですねチャットワークアカウント登録のご案内というものがありますのでこれを押します、はい、それでですねアカウント登録というものがありますのでここから入ってください はい。そうしてですね、えー、ここにありますね。えー、ありますので、ここで入れていきます。えっ、ー、と、まあ何でもいいですけど。はい。えー、で、行出。まあ、ここのあたりは、えー、何かですね、入れていただければなと思います。はい。で、始めるっていうところですね。えと、ー、パスワードは A 数と、 数字、数ですね。数を入れるということなので、はい。ここはですね、入れておいて英語、英字と数字を合わせて8文字以上ですね、やるということですね。はい。ということで、こういったふうにですね、チャットワークのアカウント登録が完了しましたということになります。はい。でですね、ここでもスキップして始めるで OK ですね。はい。こういったふうに出てきますので、まあ、ここの部分。 ですねまあ、そのままやっていただければなと思うんですけど、これがフォームの画面になります。で、実際にこれ、ブックマークなどですね、して、このページをそのまま入れておいてください。でですね、先ほどお話の中でも見ていただいてたんですけど、えっ、ー、とですね、オンラインスクールの中で、あと私にですね、コンタクト申請をお願いします。このチャットワーク ID っていうものがあるので、この UCID っていうものがあるので、これコピーしていただいて、で、このですね、画面の中のこの コンタクト管理というのがあるので、これを押してください。はい、そして、ですね、ここで、えー、メ,ールメールアドレスも OK ですし、ユーザーを検索というのもある,あるので、これを入れてください。そしたら、チャットワーク ID というものがあるので、ここを入れていただいて、検索をです、ねえー、押していただけると、出てくるかと思いますので、はい、出てきましたね。えー、こんな風にですに、ね、私が出てきますので、これでコンタクトに追加というボタンを押してください。 でえーとまあ、ここの部分で、えー、入会しました田原ですみたいな、えー、よろしくお願いしますというようなことを書いて送信ボタンを押してください,、はい。そうするとですね、承認依頼中っていうふうになります。で、私のです、ね、この画面の中ではですね、えーと、ちょっとこれ1回ログアウトしますね。はい、えーと、私のですね、画面ではどうなってるかというと、 えー、ここにですね私の方ではここでコンタクト管理のところで、えー、未承認というものが出てきますので、えー、これでですね、えー、承認するというのが私が押したらですね、えー、実際に、えー、今、ですね登録していただいた方のですね、えー、中にも私が出てくるとちょっと見てみますね。 よいしょはい、そうするとです、ね、私のようにここはあの私が登録しましたので、こういったふうに出てきました。コンタクトを追加しましたというふうに出てきますので、これで完了となります。はいということで、以上となります。どうもよろしくお願いします。